TBS が新キャラクターを紹介します。現場の杉山真也です。実は今 TBS に新たなキャラクターブーナがいるということで我々調査しにやってまいりました。ブーブーは会ったことありますか？会ってみたい。そうですよね。実は噂によると肌の色はピンク色、顔の上には耳があってとっても愛らしいクリックリの瞳、ブーブに似たお花にキュートなスカーフが特徴的で、服にはトレードマークの6がついている。あ、ブーナがいましたよ。可愛らしい一目惚れだこれ。ちょっと本当に可愛らしいですよブーブー。びっくりするよ。一度ハグしてもらってもいいですか？ダメ、いいですか？ありがとうございます。皆さん新しい仲間ブーナ仲良くしてくださいね。可愛いんだよ。ブーブも引き続きお願いします。